シャーロック・ホームズの期間は、イギリスの小説家、アーサー・コナンドイルによる短編集。シャーロック・ホームズシリーズの一つで5つの短編集のうち3番目に発行された作品である。1905年の発行で、イギリスのストランドマガジン1903年10月号から1904年12月号にかけて発表された13の短編を収録している。ストランドマガジン連載時には、 シドニー・パジェットが挿絵を担当した。日本語版では、役者により、シャーロック・ホームズの生還、シャーロック・ホームズの復活などの役代も使用される。ドイルは、ストランド・マガジン1893年12月号に発表した、最後の事件で、シャーロック・ホームズを、ライヘン・バッハの滝に葬り、シリーズを終了させた。最後の事件発表後、読者や、 出版社からはホームズを復活させるよう幾度となく要望がなされたがドイルにその意思はなかった。新鮮なプロットを追い求めるのにうんざりしていたこと、ホームズシリーズばかりが注目を集め、自身の他の分野の著作が渦漏れてしまっていることなどから、これ以上シリーズを書き続けるのは間違いだと考えていたためである。年のスピーチではホームズを殺したのは 自己防衛のための殺人であり、もし、ホームズを殺していなかったら、ホームズの方が自分を殺しただろう、と述べている。しかし、ホームズ復活の可能性は皆無というわけではなかった。1896年、ドイルは、競技場バザーというシリーズの短いパロディを書く。1897年、ホームズを主役とする芝居の台本を書き、これは後に、 ウィリアム・ジレットが台本を書き直して舞台化された。1898年には、ストランド・マガジンに連載していた、露ン物語に含まれる短編、時計だらけの男と消えた臨時列車の作中に、ホームズらしき人物を登場させている。そして1901年、ドイルは、ホームズの登場する、新作、長編、バスカビル家の犬を、 ストランドマガジン1901年8月号から1902年4月号にかけて連載した。事件の発生は最後の事件より前であり、ホームズが生き返ったわけではないが、再登場したホームズは以前と同様の優れた腕前を見せ、読者の変わらぬ支持を集めたのであった。1903年、依然としてホームズの復活を拒絶していたドイルに対し、アメリカのコリアーズ社が、 シリーズの一作につき四千ドルという破格の提案をする。ついにドイルはこの提案を受け入れ新たに八編の物語を書くという契約を結んだ。ドイルは執筆を開始しホームズが死んでいなかったことが明かされる空き家の冒険をはじめとする八編が同年九月までに完成する。そして短編としては九年十ヶ月ぶりとなる。 シャーロック・ホームズの期間の連載がアメリカのコリアーズ・ウィークリー1903年9月26日号とイギリスのストランド・マガジン1903年10月号にて開始されたのであった。1903年の秋、ドイルはボーター選挙区で推薦を受けて政治活動を行ったが、翌年になると執筆に戻り4編を追加で書き上げた。さらに、 ドイルは連載の契約とは別に、サミュエル・シドニー・マックルーアと執筆の約束をしていた。マックルーアは短編の新連載か中編を希望していて、12編の新連載に対しては7万5千ドルを提示した。しかし、プロットを使い切ったと考えていたドイルは、再びシリーズを終了させる作品として執筆することにした。こうして、ホームズを引退させる短編、 第2のお点が執筆されたが、ホームズの引退はその死ほどの関心は得られなかった。第2のお点は契約の問題などから、最終的には13編目の連載作品として、コリアーズウィークリーとストランドマガジンで発表されることになった。シャーロック・ホームズの期間は全13編の連載となり、1905年に単行本として発行された。タイトルは、 ストランドマガジンに掲載されたもの。日本語版では役者により、様々な役題が使用されている。括弧内は、掲載号。ジャック・トレイシー、シャーロック・ホームズ大百科事典、日暮島さみち役、川で処方審者、2002年、151から152ページ、キットビッツ1900年12月15日号に、掲載されたインタビュー。 シャーロック・ホームズの真相コナンドイル、マダラのヒモドイル傑作集一北原直彦、西崎県編、東京草原社、草原推理文庫、2004年332から340ページ、作家クラブでのスピーチ、クイーン市1896年7月4日号に、掲載された。ABC コナンドイル著、リチャード・ランセリングリーン中、解説、 シャーロック・ホームズ全集第六巻、シャーロック・ホームズの帰還、小林司、東山あかね、高田博士役、川で処方審者、1999年、659から686ページ、競技場、バザー、時計だらけの男、消えた、臨時列車は、シリーズの外転とされている。マックルーアは、短編の判検を取得して、 アメリカの新聞各紙に配信するなど、ドイルと緊密な関係にあった。ありがとうございます。